はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。散歩系の実況をしていきたいと思います。うん、なった。つうことでですね、今日は、ちょっとね、2点ほどかな。うん。ちょっとね、やっていこうかなと。まずね、フォロワーに関してね、そう、1個ね、あーっていうのがあったんで、ちょっとまた縛りっていうか、ルールをね、1個忘れてたんで追加します。うん、とりあえずね、一応ここは1週間っていうか、まあ7日、になっちゃってる方、要は1週間以上放置されてる方は申し訳ないんですけど、どんな方でも、ちょっと1回フォローを外させていただきますっていうお話は、前回っていうか、まあ結構ちょこちょこしてると思うんですけど、うん。で、あとフォローに関してなんですけど、申し訳ないですけど、あとちょっとね、ね、じゃあ総合っていうのがやっぱり基本的にね、なんやっけ、援軍というかね、お仲間を連れていく時のね、やっぱ一つの条件にはなるんで、やっぱ相互じゃなくなってしまった方は申し訳ないんですけど、フォローを外させていただくっていうことをちょっと追加させていただきますという感じでございます。はい。で、フォロワーに関しては例によって一応100名、ここが100名になったら1人ずつ、古い方からお別れをさせていただいている所存でございます。まだまだ、だいぶ、はい、長い放置の方がいらっしゃるんで、全然って感じなんですけど、はい、一応そういう感じですので、できればなるべく放置はされない方がということでですね。うん、まあ、あと逆にやっぱりね、私無課金なんで、基本はね、まあ対戦のプレイとか、うん、最初に120円だけ課金はしたんですけど、うん、基本無課金なんで、やっぱりガッチガチでやってる方からすると、まあヘタレはいらんってことになるんですかね。ちょっとフォローをやっぱりね、すごい強い方からフォローをちょっと外されたりとかしてるみたいなんで、まあそういう場合は逆にフォロワーさんを新たにフォローできるようになるんで、はい、そんな感じでね、ちょっと、まあ、やっていきたいかなと思います。まあ基本結構まったりやってるんでねまあそうなっちゃうかな。まあしょうがないですね。で、あと今日はね、うん、まあ近況報告と、あ、3点か。ちょっとした近況報告して、あとは強化パートをやりたいかなと。気をつけて。敵が来たよ。敵が来ましたね。そうですか。そうそう、結構ね、寝ちゃったんで。あ、てここに来んでやめて、ここ。ここ、まあ実際ね、うん。まあだいぶ揃ってるけどさ、うん。でもここは一番美味しいからね。90もらえるし。むしろここ以外出すとこないのよ。残念だから。それも考えものだよね。あとは適当に出していくからね、この残りの2箇所。いや、そこに来られちゃうと一番困るってやつだね。で、これをやりながら、まあ、近況報告なんですけど、とりあえず、今、武将列伝ができるところすべて終わりました。はい。で、あとは、あん、ちょい。三章。三章までの、難易度難が終わったんで、今、四章ですね。はい、ちょうどここにいますけど。5から4章を進めていますね。4章の難易度難を進めています。ぶっちゃけね、早く5章に行きたい。5章はね、最後がね、すごい、報酬豪華なんで、まあ、宝珠じゃなくなっちゃってるから、それもちょっと考え物だけど、うん。宝珠以外のものが、結構いいものが手に入るので、ちょっとね、早く5章の、難易度難をクリアしていきたいかなってちょっと思ってたりはしますね、個人的にね。5から出してね。うん。っていう感じですね。で、列伝はもうとりあえず持ってないところがまだあるけど、宗純とか学校のとかね。で、王位もね、まあ王位でもやっぱりね、うん、王位の話は、なんか、切ねえなって思う反面、まあこういう話だよなって、しんみりしました。はい。で、美婦人、まあ美婦人もね、ただ美婦人伝は、ね、
ああここで終わるんだっていう感じの内容でした。まあむしろそこで良かったかなみたいな感じです。はい。でまあリンペチは前にやって、で趙雲もね、趙雲の話もまあてか趙雲の話もほぼ美婦人伝に絡むような内容だったよね。うん、まあまあっていう感じですね。うん、まあ忠義の人ですよ本当に趙雲はね。えまあ実際ね、うん、補正が入りますよこれをやるとね。ほんで5で関連やりましたね。関連の話もなかなかちょっとね、まあ基本も本当あの両党との絡みの話ばっかなんですけど、うん、なかなかって感じ。まあ両層両党との絡みだったよね、前編後編通してね。あとリクソンがなくて周囲もないと。だから周囲欲しいんだよな、周囲強いからねっていうか楽なんだよね周囲があると。まあだからお仲間は援軍で周囲をよく呼ばせていただいてますけどね。うん、ステージクリアがすごい楽で、呂布が、呂布はまあ前に終わらせたよね、結構前にね。うん。で、董卓の前編ね。まあ、董卓が、まあ、どんどんとね、まあ、頭角を現すというか、まあ、ね、暴力の限りを尽くし始めるところあたり。で、商船が出てきてどうなるかっていう話。まあ、どうなるかって結果は分かりきってるんだけど、っていうね。うん。で、後編。ただ、これ割と美談のような感じで、美談じゃねえな、大井とかは別に美談じゃなかったもんな正直なっていう、まあしょうがないんだけど、うん、ある程度は、うん、まあ、でも結局基本的には歴史通りっていう感じだからね、大体はね。まあ、まあ言うていろんな説もあるからね、うん、それぞれなんですけど。さて、まあでもあれだな、関連伝の後編とかは良かったよね。ちょっと熱かったよね。うん。さて、で、ああ、そうだ、強化パートか。うん。で、一応進行度がね、うん、進行度っていうか、絆が集まったんで、4と3。まあ1と2は正直放置。4と3をやりたい。で、これがね、レアリティソートだなってるのかな、なってるか、ちょっと待って、これが重いんだよね。だからフィルターを使うと。でもさ、ここでレアリティが欲しいんですよね。レアリティごとのフィルターが。結局、レアリティ順にはしたいから、ね。一番こういう時って、私、強化はレアリティ順にやってるから、もうダメだね。もう表示されたわな、多分今の言ってる間に。ってわけで、一応ね、王道ちゃんがね、4話、もう終わるんだよね。うん。というわけで。まあ、一応、散歩系版をこう、優先して、散歩系版じゃない方はちょっと一回、落ち着き合わせようかなと。ああ、もうやっちゃった。この武将変更ボタン。で、あと星4で押したいところ、どこやろうね。まあ、個人的に孫作とかはすごい好きだけれど。宝三条はそんなに押したくないな。で、押したくないって言うとちょっと語弊があるけど。そして、王道ちゃんってこっちは、あ、まだ1だよね。そうそうそう。純子ちゃんかな。何気に大凶がね、てかイベントで使ってたらめちゃめちゃレベル上がったよね。大凶すげえレベル高い。そうだね。星読んで差し当たって、なんか優先的に、まあできればやっぱ個人的にはね、まあ好きな武将もいるけどやっぱ女の子がある程度優先になっちゃうよね。大凶いっちゃう。五国隊も捨てがたいって。ああ結構、まあここは純子ちゃん行くかね。純子ちゃんちょっとスペックがっていうかちょっとね火力が足りないなとは思ってるんで。あでも今3まで上げてるんだ。じゃあ上げていこう。なんか槍のマークついてないこれ。でも王子だよね。うん。もう一回。で、再演の看護がレブです。あったと。で、あとは、まあ、4も終わったんで、だからこうなると、レアリティ順も考えもんやけど。で、3がね、もう、大悦ちゃんがマックスになって、
で、あと女の子はチンキちゃんしかいないんだよね。うん。それもそれよね。なんかチンキちゃん、もう片方のチンキちゃん、対戦版のチンキちゃんが、いるんですが、どうしようかな。言うてさ、もう星3以下、もうね、星5、星4も割と充実してきて、育成もまだままならない状況だから、もうほんと星3以下を多分出ばらすことがほぼほぼなくなってきたね。前は兵士的に足りないからとか、あとどうしても入れないときついとか、まあ順位とかは普通に星さんとかでも強いし、てかむしろ大江さんとかバリバリ強いんだけど、まあ育成もしたかなってのもあるんだけど、まあぶっちゃけ星3までは全然多分戦力になると思うし、まあ星2以下も多分きっちりレベル上げて進行度とか上げればすごい多分普通に強いんだろうけど、うん、今のところ本当に星2以下の存在意義とは一体っていう、むしろ星3がギリギリぐらいでも、星3も多分こんだけ結構星5以上が揃ってくると、星5じゃない星4以上がね、ある程度揃ってきちゃうと出番なくなってきちゃうんじゃねえかなっていうのが個人的なあれですね、感覚というか、そういうことで、まあチンキちゃんでいいかな。うん、だしこっちまだ1だからね、進行度。あ、ちげえ、7だ。あ、まあまあまあ。あれ、いつの間にかこの上げてたっけ。あれか、チンキちゃんをなんか強化しようみたいなパートは、でもあれ、あの時は散歩系版上げたんだよね、確か。そっか。いつの間にか。でも結構ね、他のとこも、お、レベル5になりましたね。まあ他の星さんとかでも割とね、あれよ、ガチャだけで進行度上がってるやついるからね。誰だっけ、なんかなったよね。誰かなったよね、確かガチャだけで。もうお前進行度マックスなったやんみたいなやついたと思ったけどな、パッと見では分かんなかったか。ちょっと長すぎたな。チンちゃんマックスでしょ、ね、オーエスちゃんマックス。あ、いた、消化金だ。消化金ガチャだけでマックスになりましたからね。てか結構リーチかかってるやつとかいるからね。とね、どっちだろう。まあでも散歩系版の方が回すかな。まあ対戦も結構そこそこプレイするね、してる時もあるんで、対戦ポイントガチャも割と回すからな。またイベントもね、今新しめのやつはみんな進行のマックスになりますね。昔のやつはちょっとダメだし、そもそも長画とかは取り損なってるレベルだからね、またちょっとリベンジしたいなとは思うんですけどね。あの時はちょっと本当にログイン勢ぐらいだったんでね、まあしゃあないです。という感じで、じゃあ今回はこの辺にしますかね。まあいろいろちょっと長かったかな、珍しくって感じですけど、ブグはね、まあ今マネーいくつありました、27万か、そこそこ貯まりましたね、また。で今ここは群雄相当になってますね。まあ朝鮮、どうしようかな。実際朝鮮に至ってはまあ荷積みしても強いと思ってるんで、いいかなと。でも一応他はなるべく全部バラバラにしたいかなと。4武将しか連れていかないし、だからまあ一応ね、どっちかのイラスト、まあ大体3ポケ版を一応強化してる感じですが、呂布とかは、持ってね、そもそも金の馬持ってないんだ。ね、知力は別に、またやっちゃった。すぐやっちゃう。まあ今優先的に育成したいところってないんでな、まあだからイベントとか来た時にちょっと、ね、まあ、あとまあ武器は基本的に優先的にね、武力だけは必要なんでね、結構武器だけは大体みんなシルバーまでは上げてるんで、あとはゴールドをどこに使うかっていう感じになってるんでね、っていう感じです。そうだな、朝鮮優先しないなら銀ペチャに金の檻使ってあげてもいいかなって思うけど、またやっちゃった。な、扇はね、そうだね。いや、これ一回フィルター外すか。外すかっていうか、これでやると、まあまあ。まあでも扇だったら、まあいっか。ここの挑戦優先、まあダブル挑戦もやりたいからなっていう話になってるから、そうだね。扇だけはどうしても、なんか挑戦のやつだけは譲れない感じがあるな。
多いなんかもう確かそうだね、金にしたんだよな。であとダメ系持ちのとこだけ知力優先で上げる感じかな。今んとこそんなに魔法防御的な知力必要としてないからね。うん、ほとんどは武力優先になっちゃうから、うん、武器だけ優先強化でいいんじゃないかなって気がしますけど、うん、まあしばらくまあ何かあれだったら一応貯めといてもいいかなとは思うんですけどね。ぶっちゃけ27万なんかあっという間になくなっちゃうからね、本気強化したら。ということでいいかな、とりあえず美婦人か弓兵で、でもパパかな、パパはどうしたっけ、あ、捨てられるか、うん、ほっか、うん、パパ、あ、あれちょっとパパは基本的に絶対出すからな、パパと劉備は出すからね。今散歩系版じゃない、そうか、よく考えたら俺散歩系版劉備よりこっち強化してんだよな、なんか、うん、入手した順番のせいなんだけど、だからまあどっちもどっちだからな、うん、どっちもイラストも私は好きだし、ってか顔、うん、なんでもない、うん、そうだね、うん、まあか、じゃあ今回ちょっとこの辺にしましょう。また強化はちょっとね、まあむしろこの強化に関してはね時間かかりそうだしね、なんか悩みながらやっちゃうから動画化してもしゃあないかなと思うんで、じゃあお疲れ様でした、バイバイです。